馬君部は、中華民国の政治家、教育家、工学者。中国同盟会に属した革命派人士。北京政府で養殖につき、国民政府時代には、新興政派の一員と目された。救命は、道しこり、後にはと改名したが、一般には、字の君部で知られる。字は他に、厚山。祖籍は、湖北省武将府保機県。 地方管理の過程に生まれる。1899年に、厚生体遊学堂に入学した。翌年、広州へ向かい、フランスの教会が運営する、日高市学院でフランス語を学んだ。同年7月、シンガポールへ渡り、皇位と会見する機会を得て、返邦運動に加わる。後に帰国して、東西常の自立軍に加わったが、敗北して、上海に逃れる。 そこで、新探学院で引き続き、フランス語を学び、ジュール・ミシュレの、フランス革命史を翻訳した。1901年冬、日本へ渡り、両警視庁と対面したほか、宮崎民蔵虎蔵兄弟とも知り合っている。その翌年には、民蔵の紹介により、孫文ともあった。これ以降、馬くん部は、革命派の路線を進むようになり、表示 U。 蔵とともににに革命宣伝に努めるるようにな1903年秋、京都帝国大学で工芸科学を学ぶ。1905年の中国同盟会結成に際しては、高校、陳天からともに、商店の作成に携わり、結成後は執行部初期となっている。翌年夏、馬くん部は大学を卒業して帰国し、 上海の中国工学で総教修権理科教授となった。間もなく、両好総督丹法から指名手配されるようになったため、ドイツへ留学する。ベルリン工芸大学で夜勤を学び、工学士として卒業した。馬くん部。1905年、東京で孫文と侵害革命勃発直後の1911年11月に帰国し、 上海に到着した。馬君部は臨時政府組織大綱の起草に参加している。南京臨時国民政府が成立すると、実業部次長として、仏つとを代理した。さらに臨時役法の起草にも参与している。遠征外が孫文に代わって、臨時代総統となると、馬は自民し、中国鉄の公私秘書長に転じた。 1913年、参議院議員に選出されている。二次革命で、孫文らが敗北すると、馬くん部は再び、ドイツに向かう。ベルリン大学研究院などで引き続き研究を続け、工学博士の学位を取得した。延示後の1916年に帰国し、参議院議員に復帰した。1917年7月、孫文が、 ご法運動を開始すると、馬君分部も難化して、これに参与する。大元水府秘書、ご法軍政府代理交通総長を務めた。1921年4月、孫文が非常大総統に就任すると、馬は総統府秘書長に任じられている。7月には、厚生省長に任命され、省政改革に取り組んでいる。 しかし1924年1月、中国国民党第1回全国代表大会の際には、馬は昌平林、表示裕らに追随して、三大政策に反対した。同年11月、上海大科大学校長となる。翌年4月には、北京工業大学校長に転じた。1925年12月末に、臨時失政団気遂から、 北京政府の司法総長に任せられ、翌年1月に就任先生を行った。しかし、国民党からこれを登記違反とみなされ、除名処分を受けた。翌年3月、教育総長に転じたが、今度は工業大学学生から反発を買ってしまう。結局、極めて短期間で辞任し、上海大課題学校長の職に復帰した。晩年期の馬くん。 部1927年、厚生省政府主席、厚省の招聘を受けて、厚生省に戻る。馬訓部は、青切州で、厚生大学を創設した。その後、中国校学校長、厚生大学校長を務める。新厚生派、西南派の一員として、西南政務院会場務員、厚生省政府委員、厚生治務支局総参なども歴任した。 厚生大学校長としては、研究機関の拡充、教育水準の向上に努め、成果も上げた。しかし1936年、学生に軍事訓練を施す方針が含まれていた、リソニン、シロ、シなどが推進する、三次三宮政策に反対したため、馬は校長から罷免されてしまう。それでも、日中戦争勃発後は、 最高国防会議参議、厚生省政府高等顧問として復帰した。1939年、国立に改祖された厚生大学校長にも帰り咲いている。1940年8月1日、異病がもとで、経林にて病没。去年60。ありがとうございます。